Good morning, Vlogmas day 10. Is it 10 today? All right. 荷物が下に置いてあるらしいんですけど、Amazon から。ちょっと行ってくる。朝からかよ。Let's go.ないじゃん。なんもない。どこだよ。よかった。もううざい。もうやだ。ドキドキした。超ストレスじゃん。Oh God. Open. ね。Today is. Did you find it?Mm-hmm. Oh! Wow! Princess Peach! Hold up. Need scissors. Wow, she has shoes on. There you go. Princess Peach! Can I have her?No! Come on, she's a girl! I love my toy, they're mine. Can I see it? Mine! Just kidding. Just kidding! Kawaii Princess Peach, ちゃんと靴履いてる。Kawaii Jandine! はい、彼女。どうぞ。ケディン、昨日からなんかね、自分でインベスティゲーションみたいにやってて、この日はでかいから多分マリオとかなんかそういうキャラクター小さいやつじゃないってなんだっけ何だっけ23となんとかもでかいから多分あもう一個のマリオかルイージかバウザーあの悪い人だと思うでもこれは長くてこれは小さいからあれなんとかなんとかかもみたいなへえって何を持ってきたの何をしてるんだはいどうも朝からストレス頭も溶かしてないただ押さえて結んでこれつけておしまい昨日と同じ部屋着で申し訳ないですけどまあいいでしょう anyways そうなんかあんな感じでバッて置いてるのねで Amazon の場合はいっぱいあってバッて置くの言ってっちゃいいけど悪いって感じって感じって感じって言っちゃうって感じ誰でも持っていけちゃうじゃんで、メールボックス、郵便ポスト、あれ、さっき開けたところは、郵便局、USPS っていう郵便局は鍵持ってて、それ全部でかいドアみたいな感じで開けて、みんなに入れるのね。で、荷物がでかければ、鍵を入れてくれるの。で、その鍵を取って、その隣のでかめのボックスに入れてくれる。で、その鍵を差し荷物持ってってから鍵は差しっぱそしたらまた次に郵便の人が使えるっていう感じのシステムなのねで例えば FedEx とか Amazon とか UPS っていうなんかそういうプライベートな会社なんか普通の郵便局って感じじゃないやつはそのままポイって置くのだから FedEx とかの時私の荷物だけとか私ともう一人だけとかの時でも、なんかもう、その辺のロビーに、ポイって、どっかに置く。で、中に入れない時は、外にポイって置くの。なんか、アパートのロビーの中、鍵閉まってるから、中じゃなくてね。だからもう、はって感じ？いや、だからもう、で、私のネイチャーキャンの 40% CBD オイルが FedEx になってるから、やべえと思って、もう超ストーカーみたいに見る。で、じゃあ、夜もう8時とか7時からずっと外に座ってようかなみたいな。もうそう、だなんか昨日みんなのコメント読んでてみんなありがとう、なんか励ましてくれてるし、なんかそりゃ怒るよね、でしょ？めっちゃなんか、ネットショッピングも嫌になるの。OK! お昼ご飯何作ろうかを考えているけど、どうしましょう。ピザ作っちゃおう。これトマトソース残ってるから。そろそろ食用品買いに行かなきゃ。先週のいつ行ったっけ ?1 日に行ったんでしょ私。ビログマス。子供の頃に食べてたスフェンスっていう。揚げパンがあるんですけどそれを作ろうかなと思って
それ普通のピザ生地、いつも作ってるピザ生地でやってるんだけど、ちゃんとやろうかな。めんどくさい。それに卵を乗せて揚げるのね。こんな感じ。美味しそうでしょ。それやろうかなと思って。これ一生かかる。買って後悔で、このピザ生地、今ピザ生地作ってる。なんか揚げパンにしようか、ピザにしようか、どうしようかな。ちょっと取って自分にちょびっと揚げパンやろうかなと思って、でピザ作っちゃおうかなって思ってるんですよ。あ、そうだ、ピザソース出したんだけど。で、このピザ生地レシピ載せたので、ここでしょ、間違ってたりしてに載せるね。で、その時と違うことをやってるのが、前はイーストをそのまま小麦粉に入れてたんだけど、この音がギシギシっていう音がやる。なんかさ、黒板だよね、煮詰め方やるみたいな。Anyways、 じゃないよ。こうやってやって発酵じゃない、こうやってやって10分ぐらい置いてるの。お砂糖とイーストと温かい水で、その後に小麦粉に入れて混ぜて10分ぐらい置いて出来上がりみたいな。超簡単、30分でできちゃうピザ。その間オーブン温めなきゃ、忘れてる。もうわーって感じ。今日の生地はちょっとベトベトって感じの生地なんだけど、嫌だったら小麦粉足せばちょっとだけ、そしたらそんなにベトベトにならないけど、私はベトベト、今日はベトベトにする予定。なぜかというと、ちょっとだけ揚げパンにしたいじゃん。そしたら柔らかくなる。いや、なんか気候によってとか小麦粉によって水分吸い取る感じが違ったりとかするから、もうその時本当に同じ材料でも違ったりとかするから、その時の様子でちょっと小麦粉足したり足さなかったりとか、水ちょっと足したり、硬かったらね。いや、でちょっと休ませてから10分15分で、またこうやって練ったりとかするといい感じになったりとかするので、いや、なんか今日の生地いけてないです、してないで Be patient って感じ。 Hello。 で、ベトベトちょっと時間が経ったんだけど、ベトベトしてるなと思ったら手にちょっとだけオイルやって、でやってます。そしたらくっつかない。で、いい感じの生地になりまして、で、これちょっとだけ分けて揚げパンちょっとと男子へのピザ、OK、くっついてるなって思ったら、はい、いや、これぐらいで十分と思われる。 OK、 揚げパン用にちょっとだけ、はい、あとはピザ。で、こうやって伸ばすときにここでオイル引いてちょっと伸ばすと楽、もし生地がベトベトだったらね。
で、揚げるときにスプーンでちょっとへっこませて卵入れるので、オイルをこうやって上にかけるの。そしたらくっつくじゃん、卵で、くっつくし、焼くっていうの、焼ける、クックするで、ひっくり返すといいです。たまにひっくり返すとベチャーンってなるけど、ゆっくり、はい、good。でもっと本当は色がきつね色になってるんだけど、私適当なレシピなんで、本当のスペンスのレシピじゃないから、だから別にいいやって感じ。ほら、美味しそうじゃないですか。ちょっと焼きすぎた。いや、いいでしょう。いや、Oh my god。今日何しようとかって悩んでたけど、料理。OK、じゃあスフェンスとピザと夜サンドかなみたいな。なんだけど、サンドイッチ。でも、AJ から電話来て、帰りに。Is pizza for lunch? Maybe.Do you smell it? のエジェが帰りにマック寄ってマック買おうかなと思ってるんだけどみたいな。ティティンがずっと食べたいって言ってたから。あ、そうっすか。じゃあピザは夜ご飯で。なんかティンにサプライズで、お父さん息子に甘いから。あ、卵が出ちゃった。やだ。最後失敗。卵がペンって出て、乗せたら割れた。まあ、スクランブルスフィンスでいいんじゃない?OK、こんな感じ。ちょっと見た目が可愛くないけど、美味しいです。で、エジアマック持ってくるから、ちょっと、ね、これ食べちゃうとマック食べれないので、これ後で食べる。出来たてが一番甘いんだけどね。That's okay. で、上に塩コショウ乗せたり、ちょっとサラダ乗せたり、チーズとか好きなもの乗せて食べるといいと思います。一番綺麗にできたのが熱い。こいつですね。で、柔らかい。ナイス。まあ、はい。たまにはいいでしょ。なんか、普段作らないけど、たまになんか食べたくなるんだよね。ちょっとだけ味見したい。やっぱり出来たて、マックです。イエー、マクドナルド。フェデックスに電話したんだけど、カスタマーサービスダメ、もちろんって感じ。ストレスイーディングって感じ。あと、そう、電話したら荷物に買えなくなってますって言ったの。そしたら、届いたって書いてあるよみたいな。知っとるよ、見たよって感じじゃん。で、まだ見つからないの、見つからないから電話してんじゃんって感じで、なんか、じゃあ送ったところ、人に連絡してもう一回送ってもらえばみたいな。だから2回やったよ、もう3回目できないじゃん、そんなのって感じ。おーって感じで、で、今日か明日ネイチャーキャンから届くはずだから、ネイチャーキャンの荷物じゃないの、前のは違う荷物なんね。だからそれもなくなったら嫌だからって言ったら、あ、大丈夫よ、今日か明日届くはずみたいな。だから届かなかったらもう話にならない。もう、って感じ。 Lock the door. OK。怖いサンタはあっちにいる。うちらいつもそっちから歩いてるんだけど、とりあえず毎年いろんな人が怖いサンタいるのって聞かれるから、ちょっと見せるね。なんか忘れてる気がする。今年もいる。ごめん、ピントが合ってない。じゃあちょっと食料品買いに行ってくる。ダッシュで帰ってきた。これがセールしてたの。このフィッシュモッツァレラチーズ。モッツァレラ食べたよ。3ドルオフだったの。って感じ ?1 ドル99で200円ぐらい。で、3ドルオフだったの。そんな高いんだみたいな。
安売りしてる時しか買わないって、なんで安いんだろうって、え、じゃ賞味期限切れそうじゃないのって言ったら、Yes! でもまだまだ、12月30日に賞味期限切れる。その前までに食べるでしょ。で、みかん。みかん買った。And パン。And 日本のダブルソフトが食べたい。こういうのをいっぱい買ったのと、ディンは朝あんまり食べたくない。だけど、スムージーとか飲むヨーグルトとかホットココアは飲む。で、ちょっとしたらなんかチーズとかハムとかつまむ。パンは食べないのね。ね。キートベイビー。キートダイエットみたいなさ。あー、チーズ。ミディアムなんだこれ。ちょ、買ってみて。はっはーみたいな。いや、エジェとディン、このチーズ好きなの。トマトとか、お野菜とか、ちょっとだけね。なんか、1週間半とか2週間分じゃなくて、本当にちょっとだけなんか足りないって感じのもの。だから来週の終わりかその辺にまた行かないといけないんだろうな。なんか全部なんか一気に買っちゃおうと思ったけど、トレーダー・ジョーじゃなくて違うところ行ったからなんかね、うんって感じでちょっとしか買ってない。 Anyways、 何するっけ。ディンのおやつ、今日のディンのおやつはポテトチップス、みかん。これ小さいから2個。みかん大好きだから。And happy time でございます。でも、とりあえず夜ご飯はあるじゃん。なので、私はキッチンに立たないで済む。うわぁいや、で、今、ディンとゲームの時間。ドブス森、ボクシングはデモ。これは買った。これは買った。これはなぜかダウンロードした。これディンが遊んでるやつ YouTube ダウンロードしたけど使ってない。でも買ったディンが遊んでるやつ。でも This one right? Yeah? これディンが一番好きなあのこれね、マリオメーカー2オリンピックで、ほとんどデモデモデモ、これただデモ買ったっけ。これ覚えてないな。それはそぼっかな。ただただ買ったただでも OK。 ダンスもやりたいな。難しい、このボクシングのやつ。ボンボン、ハハー、イエー、遊び方わからないのでディンが見せてあげるっつってディンが遊んでる。これトウダのマッシュルームヘッドのサンプルみたいなデモのやつ。かわいい、この世界とか絵とかさ、おもちゃみたいでかわいいよね。 Oh my god, so cute。 Anyways, 今日の動画をここで終わりにしようかな。多分まあまあ撮ったかな。How did you get thisYou climb the ladder. But first you gotta take the coins and stuff, I guess. はい。なので、今日の動画をここで終わりにします。I'll see you tomorrow. Love you. Bye. You know, say bye. Bye.